こんにちは。今日はジェルネイルを使ってピアリングを作っていこうと思います。多分ダイソーの商品だったと思うんですが、こちらのガラスカラーチャート使っていこうと思います。チャンコードこちらになっています。カラーチャートじゃなくてもセリアさんとかにカボションとして大きめのものだったりも売ってるので、自分の好みのもので作ってもらえたらいいかなと思います。今回はね、カラージェルはこちらのセリアさんの商品でピュアグリーンを使っていきたいと思います。チャンコードこちらになっています。この緑っていう色がすごい可愛い。で、こちらにね、塗りやすいように両面テープもついているので、こちら使用してもらったらいいんですけど、私はですね、こちらの、これもダイソーの商品なんですけど、フィギュア用固定シールっていうのを使ってます。こんな感じでね、セットしたら裏向きにカボションを貼っていきます。で、これにね、ジェルネイルを塗っていきます。気にするとね、ちょっと硬化できなかったりあるかもしれないので、何回かに分けて硬化していきます。こちらはキャンドゥだったかな。ダイソーにも似たようなの売ってますよね。こちらでね、硬化していきます。結局4回ほど塗って硬化と繰り返しました。で、この後トップコート塗っていきます。また硬化していきます。はい、硬化できました。表から見るとこんな感じ、かわいいですね。綺麗にできてるかなと思います。こんな感じ。はい、したらこのカボションを使って今度は編んでビーズをつけていきたいと思います。と、使用するビーズは、こちらはキャンドゥさんで販売されているビーズで、ビーズに約 10g、マルショーのクリームというものを使っていきます。チャンコードこちらになっています。で、使用する糸は、こちらはダイソーさんのレース糸、40番の細いタイプで、カラーナンバーは383番、アイボリーを使用していきます。チャンコード、こちらになっています。じゃあ、こちらを使って、レース糸にですね、ビーズを通していきたいと思います。このね、ビーズトレイ、作ったものなんですけど、作ったって言ってもこのお皿に、このトレイ敷いただけなんですけどね、すごく便利です。皆さんもお好きなトレイとこのシリコンマット使って作っていただけたらなって思うんですけど、この作っている動画も概要欄の方に上げておくので、よかったら見てみてください。
はい。そしたらもう、あとはですね、スイートにビーズを通していくんですけど、ビーズ針ない方は、こう、ボンドで先を固めて、こう、一粒ずつ通していってもいいんですけど、すごく時間がかかるので、ビーズ針にですね、ミシン糸とか、何でもいいんですけど、糸をこのように輪っかに通していただいて、こちらにですね、レース糸を、こういう感じで通してもらって、これでね、ザクザクと、ビーズをね、通していくと、とっても通しやすいです。で、こんな感じで、通るので、これでね、ビーズを、通していきたいと思います。はい。今ちょっとお試しで、編んできた、ところです。こんな感じ。可愛いですよね。一見多分ちょっと難しそうに見えるんですけど、そんなにね難しくないので、今からこれを編んでいこうと思います。で、今から円を編んでいくんですけど、円の編み方をね、増やし目の仕方になります。これ一つが作り目の一つ分だと考えてください。偶数段は段数割る2マイナス1の目から増やし目、これは 4段目からこれができるようになるんですけど、4段目だったら4割る2マイナス1の目から1目目から増やし目、6段目だったら6割る2マイナス1の目から増やし目、2目目から増やし目っていう感じでやっていきます。で、奇数段は最後の端に増やし目になります。で、この増やし目の仕方で円を編んでいこうと思います。まず輪を作っていただいて、輪の中に針を入れて、鎖編み一目で立ち上がり、輪の中にまた針を入れて、輪の中に細編みを6つ編んでいきます。1、2、3、4、5、6、6つ編んだら輪を引き締めていきます。引っ張った糸、縮んだ方の糸をまずは引き締めて、で、最後にもう1本も引き締めます。これは編み込んでいかずに置いていきます。で、そしたら一目目に、今回はねちゃんと引き抜いて、いつもぐるぐる編みでやったりするんですけど、今回は引き抜いていこうと思います。引き抜いて、これで1段目完成ですね。で、鎖編み1つで立ち上がってもらって、1つの目に2目ずつ、増やし目をしていきます。
たらまた2段目の1つ目の目のところに引き抜きます。で、鎖編み1目で立ち上がりで、奇数段なので初めは細編み1つ、次の目増やし目、細編み、増やし目の順で編んでいきます。最後に引き抜き編みをします。で、多分3段編んだところでですね、だいたいこのビーズと同じ幅になるので、下のね、面のところはここまでです。で、ここからビーズを編み入れながら編んでいくんですけど、4段目からは増やし目ありません。で、ビーズをちょっと寄せてきてもらって、3つずつね、編み入れていきます。次の目に針を入れて、三つ寄せたビーズを引き抜いて、細編み。立ち上がりしません。見えましたかね？ちょっともう一回。引き抜いて、したところですね。で、ビーズを三つ、寄せてきました。次の目に、針を入れて、時にね、こうやってまっすぐになるとちょっとあれなんで、三角になるようにですね、ここで調整したいんですけど、なかなかならない時があるので、こんな感じですね。こんな感じで調整してもらって、で、細編み、こんな感じになるように、一緒ですね。次の目から、次の目に針を入れてもらって、ビーズ3つ寄せてきて、まあ、三角になるようにね、調整してください。でね、くるっと一周編んでいきます。まあ、セミが鳴き始めてしまいました。ちょっとお聞き苦しいところがあるかもしれません。で、最後まで編んだら、18個の三角のね、18個の三角のビーズができてることになるので、ちょっとわからなくなったら、戻って数えてみてもらったらいいと思います。で、最後の端、ちょっとここが難しいんですけど、糸を引き出してもらって、このね、つなぎ目をなるべく、ここですね、
わからなくしたいので、ちょっと難しいんですけど、この今編んでるこの糸を手前に残してもらって、この編み進めてもらった、わかるかな？この、ここ。今、次に編む目がここにあるんですけど、前段のね、編み目。このところに、この輪っかを、後ろに、回してもらって、引き抜いてきます。わかるかな？ちょっと今、ぐちゃぐちゃってなっちゃったからもう一回。の、今編んでる糸手前に残して、輪っかになってる糸を、後ろから、おかえりー。ちょっとここがね難しいんですけど、仕上がりが綺麗になるので、後ろから手前の方にね引き抜いてきます。こうね、この時にですね、このビーズに今引っかかっちゃってるんですけど、見えるかな？引っかからないようにね、グッと、はい、まあ要はこの三角が前の面からこう重なって出てるんですよね。それが崩れなかったらいいので、こう引き出してきました。後ろのここからね、針を入れて前にね、これを引き出してきたところです。したらね、ちょっと糸を引き締めてもらって、ここからはね、向こう半目にビーズを編み入れていきます。で、ちょっとこの、今から編む糸がね、後ろになってしまっているので、一目ね、次に編むところに、次に編む目の、あ、手前半目か。手前半目。そうですね。次に編む目の手前半目。手前半目でした。手前半目に針を入れて、一度ね、引き抜きます。そしたらね、ちゃんとこの編んでいく糸が針より前に来るので、ここでちょっと帳尻合わせをします。で、次の目から、またね、ビーズを、今度はね、一個ずつなんで、もうちょっと簡単だと思うんですけど、これは、あ、やっぱ向こう半目だ。向こう半目ですね。はいはい、ごめんなさい。向こう半目ですね。ビーズが、くるんとなってるのであれなんですけど、ちょっとわかりやすいように見えるかな？こう。これが手前半目
ので、これが向こう半目ですね。見えますかね？これが手前で、これが向こうですね。はい、なので向こう半目でしたね。ここだけですかね、ちょっと難しいのは、ここの、このビーズ編み入れた4段目の連続性を保たせるように、後ろからこのループを前に持ってくるっていうところと、だけだと思うんですけど、はい。次の目から、向こう半目から、まだね、ビーズを今度は一つずつです。編み入れていきます。細編みですね、また。目に針を入れたら、ビーズを寄せてきてもらって、で、細編み。目に針を入れて、ビーズを寄せて、まあ一番すくいやすいね、この糸。ビーズとビーズの間の糸をすくってもらったら間違いないので、ビーズを寄せて細編み入れて、ビーズを寄せて細編み入れて、ビーズを寄せて細編み、はい、こんな感じでね、またぐるっと一周編んでいきます。で、ぐるっと一周編んできたんですけど、最後これが、はじめに引き抜き編みをした目ですね。ここにもビーズを編み入れます。ここもね、5段目も全部で一周、18個ビーズを編み入れる形になるので、あら、これ今、これが最後かなってちょっとわからなくなったら、数えてみてください。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、はい、ありますね。はい、したらね、これで終わりなんですけど、こちらもね、やっぱり最後ここがね、ちょっとガタンってなっちゃうので、このガタつきをなくしたいので、ここの前段の、前段っていうか今編んできた目のとこですね、一つ目のビーズを編み入れてきた目の、まあ、ビーズの手前に適当に刺してもらったらいいんですけどここが一つ目のビーズですね。ここに針を入れてもらって、このループをね、手前に引き抜きます。もうビーズとビーズが糸に絡まりやすいので、それだけちょっと注意してもらって、ここ今引き抜いてきたところですね。ここの糸が後ろから前に出てます。ここから引き抜いたんですね。この間の。これ分からなかった、別に。そんなに気にしなかったしなくていいんですけど、この方が仕上がりが綺麗です。で、下もこれで終わりなので、このね、持ってきた糸に一度、鎖編みみたいに引き抜いてもらって、で、糸始末できるぐらい残してカットします。はい。あとギュッとね、ちょっと軽くしてもらっていいです。これね、今処理してきたところ。ここが4段目の境目。ここが5段目の境目になりますね。
連続性が、ビーズの連続性がね、綺麗に保たれているように見えたらいいと思うので、このあたりは、ちょっとわかりにくかったら、自己流でもいいと思います。で、これ、編み始めの編み糸を、円の中心から手前に今持ってきました。で、この編み始めと編み終わりの糸を、ここで結びます。そしてここはね、ガラスのカボションで隠れてしまうので、軽く結んでおいてください。で、カボションから見えないぐらいに、糸を、ここでカットしてもらって、で、あとはこう、カボションをくっつけていく、カボションっていうか、カボションか。なんですけど、であとはこれすごくいいです、おすすめです、スーパー多用途、まあ何でもいいです接着剤でねつけてもらって、素材がね違うので結構多用途な接着剤がね、いいと思います。はい、固まったので、処理をしていこうと思います。台座が、入り口が12ぐらいかな。12ミリぐらいですね。のものを今回使用します。で、爪楊枝とかで薄く伸ばしていきます。はい。タコの状態でちょっと時間を置いて貼り合わせます。で、貼り合わせたら、私は穴が開いてないのでイヤリングしかできないので、イヤリングにしていきます。あとは同様にね、ここに接着剤を塗って貼り合わせていきます。たら貼っていきます。はい、これでしばらく置いておきます。はい、完成しました。こんな感じです。ね、ビーズクロッシュのアクセサリーはいろいろ作っていきたいと思ってます。はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。